はい、始まりました。マルチェスチャンネル、さあやっていきましょう。2024年度早稲田大学文化構想の英語の講評をやってみたいと思いますね。いやー、むずいよ。まったくさ、もう今仕事と仕事の合間で撮影して、またこの後戻んなきゃいけないので、動画出せるかちょっとわかんないんですけど、やばいですね。これはね、レベルが高いよ。取れない問題が多くなったなっていう印象ですね。文化構想自体難しいです。難しいんだけど、今回は確実に正解できる問題が少なかったなっていう印象ですね。特に内容一致が難しすぎる。あ、もちろん簡単な問題が入ってますよ。入ってるんだけど、内容一致のレベルがだいぶ高かったなって思いますね。で、文章にはやっぱいつも通りながら分かれる。できる人とできない人の差が激しくなるだろうなって思って、会話文が優しめでした。で、一文要約はもう捨て物ですね。こんなん分かるわけないですね。まあ去年の文学部とかもそうでしたけど、いや、一文要約なのも存在意義が分からんわ。なんかもう間違えさせるためにやってるのみたいになってますね。この穴埋めに関しては、できるものとできないものが当然出るのは当たり前、いつものことですから。で、内容一致が難しかった。だ、ここが予想外というか厄介で、文挿入が差がつく、会話問題が優しめ、要約が捨て物って感じです。では見ていきましょうか。まあじゃあ穴埋めの方からですね。はい。問題くださった方ありがとうございました。はい、多分慶応の経済も送られてくるのかな今日ね、インスタに。はい、まず最初は麻酔についてでした。 allowing とかが並んでるやつで、まあこれは allow cancer surgeons to revisit なんで、 allow 人 to do の形ですねを取れば大丈夫。誤報で解く問題ですね。で、次が demonstrated ですね。これ publicly demonstrated ですね。この麻酔かなんかね、がちゃんと効くかどうかみたいなやつでしたけど、それをこうみんなに見えるようにやったんですよね。で、次は簡単ですね。 gathered ですね。はい、ドクターズが集まったですよね。この部屋に集まって、で、その手術をパブリックにこういろんな人たちに見せてるわけですよね。次が厄介ですね。brisk strokes ですね。このスッってこう手術でこうやって切ったんだろうね。こう機敏にサッサッサッってやったんだと思いますね。で、次は簡単ですね。experience pain ですね。はい。痛みを経験する。で、6も難しいね。dissociation ですね。の pain。surgery から痛みをどかすってやつだね。で、次が、infections ね。such infections are common and universally lethal ですね。その手術終わった後のバイ菌とか入っちゃって死んじゃうっていうやつですね。いや、難しいよ。なかなか厄介だと思いますね。次が concept of the week か。なんかもう書いてあるものが古いからさ、内容がもうこれネット時代の前の話なんだろうなと思ったけどさ。で、最初が salient ですね。目立った、際立ったってやつですね。はい。認知言語学で使うんだけどね、なかなか難しい。はい、次は、これはね、もうやった。いろんなところでやってる。早稲田でもやったかな？いろんな講習とか、ね、まあ、予備校講習時代もしょっちゅうやった。fold on。オンと離れてるからね、気がつかないわけじゃないですか。はい。何日に当たるとかっていう、falls on 何々とかってやつですね。次は temporal map は、まあ、これは時間についての話だから、できてほしいかなと思いますね。次が on the basis of ですね。それに基づいて。まあ、これはいける問題かな。次が、あ、出た !serve to do ですよ。serve to remind。これは、まあ、早慶クラスとかで、早稲田にはやったかな。よく言うやつです。serve は serve as しかみんな知らないけど、そうじゃなくて、serve to do もあるんだよって私がよく言うやつです。はい、実際出題されるから、これ。あ、ちなみにサーバーズは理工に出てました。これ理工と被ってる問題もありますよ、これ。慶応の理工に出てた。はい、で、次が indispensable for transcending か、それを超えてく。subjectivity を超えるだったっけ。transcend はさ、出てたよね、後でね。別の英文に登場してましたね。で、次は barred from ですね。あー、これはね、知っておきたいね。bar a from b とか bar a from ing ってあるんですよ。禁止するとかっていうので、はい、あるんですね、これね。まあ難しいと思います。次は会話行きましょう。はい、会話だったらこれは見えるんで、これがまあレベルがそんな難しくなかったってやつですね。 Hey, what do you think about the whole AI thing? AI ですね。はい、よく出ますね。 Yeah, it seems like everyone's talking about it these days. I know it's everywhere. I feel like I'm getting なんとか I know nothing about it ですね。はい、知らないだから left behind ですね。置いてかれちゃってる。 You should, Emma?It can do some なんとかstuff。スタッフにかかるんで、はい、形容詞ですね。まあ、これ選択肢ちゃんと分けてくださいね。そもそも品詞がバラバラなんで。Amazing stuff ですね。すごいことができるよっつって、such as どんなことって言って。Like, it can be humans at chess and even make great art. はい、great art を作れたりとか、人間にチェスで勝てるっていいことが書いてあるので、amazing です。The scary と二択になってた人も多いと思うんですが、ここでわかる。で、like, it, the, true, but don't you worry about it. I think it's,ね、はい、worry なんで it's scary、 こっちがマイナスの方ですよね。はは、なんとか it's not all doom and gloom、
ですね。もうそんなね、ガビーみたいなもんじゃないよ。暗いもんじゃないよ。AI can help doctors diagnose diseases and even make the perfect cup of coffee. コーヒー作れるんだ。なんで、calm down ですね。落ち着けよって言ってるのが、まあ一番ぴったりだよね。で、coffee? Now you're talking, but なんとか。What about job losses? ね、job loss はどうなの ?seriously ですね。はい。まず真剣に。で、ダダダダダダってやって、What if AI...starts telling us what to do ですね。AI が命令しだしたらどうするのって言って、That's not happening ですね。そんなの起こんないよ。It's here to make our lives easier, not weirder ですね。はい。easy にするために来て、ね。easy にするためにあって、weird にするためです。strange にするためじゃないよ。fair enough。まあ、これはよく使う構文ですね。はい、あと、和製語で言ったかな、だから surprisingly enough。なんとか enough ってね、よく出てくるんですよ。特に意味はないけど、くっついてるやつね。で、続いて、ようやく。これはもうさ、えげつないよ。読めんでしょ。civilization ですね。めっちゃむずいよ、これ。だから、ネイティブも読めんって言って、構文間違ってたもん、いっぱい。いや、means が、これどうなってんのって言って、いや、これ means は手段っていうね。だから名詞だよって言って、あ、そうかって言ってましたけど。で、これを、art appreciation と knowledge の違いっていうのを、15でしょ。無理じゃん。わからん。って言って、ネイティブスピーカーが、チャット GPT に助けを借りて作ってたのが、Art evokes direct joy。このディレクトとインディレクトでやるのは結構いいかなと思った。で、while knowledge enriches our minds indirectly ですね。はい。ディレクトとインディレクトの対比。この直で早く来る。で、knowledge は直じゃなくて他のものと結びついてとかさ、そういうのがあったけど、書けないんだもん、15以内で。これだってさ、本当はさ、アートアプリシエーションっていう単語入れたいけどさ、入れらんない。語数が10だからさ、4語とかどうやってやるんだよ。だって、ザ・フォーマー、ザ・ララってやるだけでこれで4語になっちゃうからさ。そう、だから、ナレッジって言った方が早い、ね。で、アートアプリシエーションも入れられないんだったら、アートで行くしかない。アートとナレッジにすれば、なんとか2語で行くっていう感じです。はい。まあ、これは無茶かな。続いて文政上もね、まあこれはちゃんとヒントが分かってればいけるんだけど、それでもむずいね。いや、解いた後に本当の問題見たけど、やっぱだいぶカットされてる。もっともっと長い、これ本当は。だから具体的な部分が結構カットされてるから、あれ?なんでもうこの話してんだろうってちょっと思ったりしたんだよね。最初が H、別にこっから解く必要はないですよ。まあ後ろに One Set of Structures っていうのがあるから、まあストラクチャーとつなげやすかったと思うけど、ちょっとむずいかな。で、26は C。linguistic change に対して、この C のところに、linguistic conformity ですね。一致するっていうので、まあ C は入れてほしいかなと思った。でも難しいよ。まあ後ろの language standardization もヒントにはなるけど、いや、それでもむずいと思ったね。で、27が B か。この language hygiene だよね。language hygiene っていうのが分かればいいんだけど、まあむずいよね。その後ろの former language practices っていうのもあんまりわかんないかな。そう、言語をこう変えていって綺麗にしていくってことなんですけど、だから外人を外国人に変えるとかっていうのがこの廃人の例なんだけどね。むずいよね。まあ社会言語学勉強してたからさ、多少わかるけど、それでもむずい。で、後半の方がまあまだ楽なんですよ。だから前半にめっちゃ時間かけてやっちゃうともったいないと思った。で、28は G は、これは簡単ですね。Germany, Italy and Japan って前にあるから、これで、ドイツと日本出しちゃいいから。で、次は、まあ、bureaucratic が分かってれば結構いけるかな。bureaucracy とかね。そこのつながりで、bureaucratic power って書いてあったからね、後ろにね。で、30番は方言札の話が出てて、学校現場の話が来てるんで、で、まあ、A かな。まあ、東京ダイアレクトなんていうのもヒントになると思いますね。で、さ、E5 が D 入れて、ダイアレクトバラエティですね。ダイアレクトのバラエティって、そのダイアレクトがあるっていうのが悪くない。May not be such a bad thing って書いてありましたから。悪くはないんだよっていうその考え方。方言は悪くないんだっていう話につながったんで、だから後半の方が確実ですね。この28、29、30、31の方が簡単にいく。具体的なんで。で、そっから抽象度が高まっている前半部分を倒せればいいかなと思います。ただ抽象と具体がかなりごちゃ混ぜなんで、むずいと思ったね。やっぱトピックをきちんと考えることが大事だと思った。で、まず解けるものからいく?どう思いました?やった人たち。自分自身は後ろの方が具体的だから埋めやすかった。だから前半部分に時間をかけてしまうと終わんなくなっちゃうんじゃないかなと思いましたね。はい、続いて内容1ですね。いや、これはもうね、最初のやつとかネイティブは基本的には書いてないって言ってた。最初が、はい、スーパーバイスドマシンラーニングは、
まあ死以外はまあ一応ないかなって言ってました。排除したらこれディスクリートって何って言ってたしね。個々のね、インディビジュアルみたいな意味で言って教えてあげましたけど、ね、で、ビルティーンそのままある。クラシファイは合ってるけどね。これはここに時間かけちゃった人にとっては鬼だよ。で、次16はまあ C かな。テイクオーバー、リプレイスって書いてあったから、まあこれしかないかな。まあシンプラーにはならないから A は違うだろうしさ。Turn on its head は言い過ぎだよね、D はね。こうなんかひっくり返しちゃう。知識っていうものの、もうなんか大変革しちゃうみたいなのは、言えないと思うんだけどね、って感じじゃない。こんな短いのに。ここが難かった。17、not true は、まあ、accurate、C が違うよね。これは、ちゃんと、undocumented って書いてあったから、まあ、これは矛盾しているよね。18も、まあ、C かな。ロヒンギャの話ってやんなかったでしたっけ？背景知識出してないですっけ？出してなかったらちょっと取ろうかと思いますけど、まあディフィカルトコンディションなのは間違いないから。で19は B ですね。バンブー、ターポリンってあのブルーシート and mat かな。パーセキューテッドコミュニティは間違いないんで、まあ他が消去法でないかな。ソーラーパネルの話、ソーラーパネルは絶対ありえないし、エイシェントバングラディッシュじゃないからね、今のバングラディッシュの話でしたし、インターナショナルポリティクスは出てないから、だからまあ B しかないんじゃないって感じだから、なんか積極法で解けない問題が今回多いなって思ったね。次のやつも、って言ってた、このモンスターに関してだよね。モンスターはまあ、everyday familiar place に出た方が怖い D なんじゃないのっていうことは言ってたけど、まあ、A が less frightful じゃなくて more frightful なんじゃないのみたいなね。そんな話してたけど。で、A、モンスターズが教えてくれるのは、social relations of a location じゃないのって、まあ、抽象化だいぶしてるよね。で、次、22が、A かな。モンスター can change the way a certain space is perceived ですね。場所のやつを変えるがまあ一番いいんじゃないの。あ、トランセンド選択肢いるね。ランダムじゃないもんね。D はおかしい。で、23、D かな。Originally focused more on historical social issues に先生はフォーカスしてたけど、後から、いや、ジオグラフィーの方だねっていうふうにね。これ、ジオグラフィーと切り離せないよねってなったよね。で、全体のポイントとしては、まあ、A か。Locations can be an indispensable lens through which we can study monsters. モンスターズを研究するのね、もうそのレンズとなるっていうね。欠かせないロケーションっていうのはっていうやつでした。と思いますけどね。わー、わかんない。いや、まあ、本番のね、早稲田の回答出るまで待たなきゃいけないな、と思うね。はい、という感じでございました。ネイティブもわからんわからんって言ってましたからね。はい、どうなるのか。ぜひ受けた方、コメントください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.